これはなんつうかやたらと怪しげな場所だな。なんでこんな場所が礼拝堂の裏側にあるんだ。そうだな、七葉教会の遺跡にしては不気味すぎる感じだけど、その床に描かれた文様は一体何なのかしら。目みたいな形だけど。どうしたティオ、何か気づいたことでも。どうやらこの場所は何らかの儀式の間だった可能性が高いかもしれません。それも生贄などを捧げるような。生贄。ええ、赤黒く見えるシミの跡は多分血のりではないかと。成分を分析してみないと正確なことは分かりませんが。ゾッとしねえ話だな。でもどうして教会の遺跡にそんなものが。また今度は何だ。こいつは悪魔。気をつけてください。ものすごい霊圧を感じます。おいおい、俺たちは教会のエクソシストじゃねえんだぞ。来る。みんな気をつけて。よし。情報を入手しました。行くぜ。任せろ。よし。やっと。さてと。エニグマ駆動。さてと。行くぜ。こいつはどうだ。よし。えいっ、いや任せてくれ。これで決める。ライジングさあ。私の番ね。
行くわよ。食らいなさい。タッ。さてと。エニグマ駆動。それ。ありがとう。よし、エディア、うん、私の番ね。エニグマ駆動。さてと、ドライブ開始。俺の番だな。ぜい。やあ、ありがとう。俺の番だな。任せて。エニグマ駆動。えい、ありがとう。私の番です。ドライブ開始。それ。ありがとう。私の番です。ガンナーモード起動します。行くぜ。ぜ、私の番ね。行くわよ。食らいなさい。任せてくれ。やっ。あ、よし、さっ。私の番ね。そこ行きます。エニグマ駆動。おっしゃ。ぜい、援護します。それ俺の番だな。はあ。私の番ね。エニグマ駆動。それ、はい。ドライブ開始。えい。おっしゃ。ぜ、行くぞ。せ、ディア。よし、さ。や、任せて。エニグマ駆動。ありがとう。はい。ドライブ開始。行くぞ。私の番ね。よし、任せろ。ぜい、やあ。よし、さあ。私の番ね。これで決める。任せて。私の番です。ドライブ開始。行くぜ。はっ。それ、私の番ね。俺の番だ。そう、えい。はい。ドライブ開始。行くぜ。はっ。俺の番だな。セディア。やあ、援護します。任せて。はっ。はい。エニグマ駆動。行くぞ。任せろ。はっ。おっしゃ。おっしゃ。
いい感じだぜ。なんとか追い払えた。今の何だったの？教会の聖典に伝えられている悪魔みたいだったけど、本物かどうかはともかく、かなりの霊圧を持ってましたね。亡霊、骸骨、化け物と来て、最後には悪魔まで出やがったか。一体どうなってんだこの遺跡は。多分位置的にあの上が鐘楼になるはずだ。とにかく調べてみよう。ええ。この音は鐘が共鳴している。ひょっとしてこの共鳴音が場を作っていた原因かもしれません。何？どういうこと？詳しい原理は分かりませんが、この鐘を中心に何らかの力場が遺跡全体を包み込んでいるのが感じられます。ですからこの共鳴を止めれば、あるいは何かが収まるかもしれねえってか。どうする、総長。鐘の共鳴を止めてみるか。ええ、やってみましょう。ロイドさん、ランディ先輩、手を貸してください。同時に鐘を押さえてみましょう。よし、来た。合点承知だ。消えた。おお、青空が戻ってきやがったぜ。遺跡全体を包み込んでいた力場も消えたようです。ひょっとしたら内部も何か変化があるかもしれないか。よし、中に戻って確かめてみよう。ええ。これは太陽の光が差し込んでる。どうやら化け物の気配もしねえみてえだな。なあ、下に降りてみよう。時、空、幻の属性が働いている気配もなくなりました。どうやら普通の空間に戻ったみたいですね。そうか。しかし一体どういうからくりなんだ。あの鐘の共鳴に何か原因がありそうだけど。そこまでは私にも。ただあの鐘が何らかのアーティファクトである可能性は高いかもしれませんね。アーティファクト？1200年前に存在していた古代ゼムリエ文明の遺物のことね。
思議な力を持っているらしくて、教会が管理しているそうだけど。ああ、たまに噂で聞いたりするぜ。どこぞの貴族が隠し持ってたヤバい力を持っている遺物を教会が調べて没収したりとかな。そんなものがあるのか。私も知りませんでした。何しろ現代の技術では一切解析が不可能だそうで、そういう意味でも一般の人にはほとんど知られていないようですね。いずれにしてもこの遺跡についての手がかりは十分すぎるほどつかめた気がします。これ以上は報告書をまとめて専門家に調査を依頼した方がいいかもしれません。そうだな。まあそれが妥当かと。そんじゃ遺跡の調査はこれで切り上げるとするか。ええ、皆さんご協力ありがとうございました。これにて遺跡調査の任務を完了したいと思います。ちゃんと出られたわね。正直生きた心地がしなかったわ。お疲れ様でした。それにしてもあの金一体何なんでしょうね。それにあの化け物たちも一体。塔も不思議な場所だったけど、この僧院はそれ以上だったな。それと礼拝堂の裏にあったあの不気味な儀式の幕。ええ、正直教会の遺跡にしてはあまりにもまがまがしすぎると思う。500年前一体何があったのかしら。ま、そのあたりは専門家に任せて、俺たちはとっとと帰ろうぜ。ええ、テーマパークにあるホラーハウスを10回くらいはしごした気分だぜ。そうですね。それじゃあ停車している車両のところまで戻りましょうか。ああ、そうしよう。行くぞ、みんな。私の番だ。はい、そこです。俺の番だ。いや、行くぜ。ぜいや、任せてきそう。私のそこ。さてと。おっしゃ。俺の番と。よし、もう大丈夫だ。適席。よし、注意してください。私の番。行くぜ。さて、そこです。はい、そこです。行くぞ。行きます。そこです。任せろ。おととい来やがれってな。さてと、この後どうしますか？まだ時間もありますし、どこへでもお送りしますよ。そうだな。せっかくだからお言葉に甘えましょうか。
あった、通信か。妙なタイミングでかかってきやがるな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。あ、ロイドさん、今どちらにいらっしゃるんですか？ああ、マインツ山道の途中にあるトンネルだよ。実は君のお姉さんと一緒に遺跡の調査をしてたところなんだけど。あ、はい、お姉ちゃんから話は聞いてます。無事終了しました？ああ、一応はね。お姉さんに言おうかい？だったら変わるけど。違いますよ。それだったらお姉ちゃんのエニグマの方にかけますし、その実はロイドさんたちに問い合わせの連絡がありまして。問い合わせ？市民からか？いえ、マインツの町長さんなんですけど。なんでもロイドさんたちに相談したいことがあるそうで。へえ、珍しいこともあるもんだな。どういう内容の相談だ？なんでも鉱山町の人でクロスベル市に行ったまま何日も帰っていない人がいるらしくて、その相談ということみたいです。なるほど、ちょっと気になるな。わかった、ここからマインツまで近いし、早速町長さんを訪ねてみるよ。ちょうどお姉さんが俺たちを送ってくれるらしいし。遠慮なくこき使ってあげてください。それじゃあ先方にはそのように連絡しておきますね。フランからですか？ああ、と言っても支援課の仕事の話だけどね。なるほど、マインツのビクセン町長の依頼ね。街に出たまま何日も帰ってこない人ですか？すぐ近くだし、こっちが出向いて話を聞いちまった方が早そうだな。ああ、そう思ってさ。それじゃ総長、鉱山町まで送ってくれるかな？ええ、お安い御用です。あ、到着しました。さすがにあっという間に着いたな。早速町長さんに詳しい話を聞きに行こうか。だな。確かまっすぐ進んで突き当たりにある家だったわね。失礼します、特務支援課の者ですが。おお、待っておったよ。わざわざ来てくれてすまない。本当ならこちらから出向こうと思ったんだが。いえ、近くで他の仕事があったついでですから。それで早速話を伺ってもいいですか？ああ、座ってくれたまえ。すぐにお茶でも入れますね。なるほど。ではそのガンツさんという行員が2週間前にクロスベル市に行ったきり帰ってきていないと。ああ、そうなんだ。とにかく大のギャンブル好きでね。それまでにも週末の旅に
クロスベルの歓楽街にあるカジノに遊びに行っていたようだが。それが何の連絡もなく2週間も帰ってきてなくて、何かあったんじゃないかとみんなで心配しているんですよ。確かにそれは心配ですね。何かの事件に巻き込まれたか、それとも帰れない事情があるのか。町の外に出て魔獣に襲われたとかじゃなければいいんですけど。そういやその行員がギャンブルで大勝ちした可能性はあるんじゃねえか。それで今頃ミシュラムあたりで女連れで豪遊してるとか。いやランディじゃないんだから。でも可能性としてはありえるかもしれませんね。残念ながらその可能性はないと思うんだがね。それはまたどうして。ギャンブル好きだけど根は真面目な方なんですか。お世辞にも真面目とは言い難いが、ギャンブルについてはとにかく下手の横好きでね。おまけに月も勘もないから毎回有金のほとんどを吸って帰ってくるくらいなんだ。なるほど。確かに宝くじなら大穴もあるが、ギャンブルだと実力もないと大儲けは難しいかもな。では町で借金をしてそれが返せずに失踪とか。そうね、可能性としてはありえるかも。実は私たちの方もそのあたりを疑っていてね。もしそうだった場合どう連絡を取ればいいのか。わかりました。この件はお任せください。とりあえずカジノをはじめガンツさんの寄り添うな場所を聞き込みしてみましょう。ありがたい、どうかよろしくお願いする。何かわかったら私の家に通信で連絡してもらえるかね。ええ、それでは番号を控えさせていただければ。もう夕方か。そろそろクロスベル市に戻った方が良さそうだな。そうね、今日中に聞き込みくらいはしておきたいところだし。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安い御用です。それでは車両のところに戻りましょう。今日は本当にありがとうございました。
ご恩は近いうちに必ず返させていただきます。大げさだな。ま、なかなか興味深い体験をさせてもらったぜ。あの遺跡、総員についてだけど、一応クロスベル大聖堂に相談してみた方がいいかもしれないわね。そうですね。アーティファクト絡みであれば他にどうしようもありませんし。なるほど、わかりました。副司令と相談してそのあたりの対応は考えてみます。皆さんの方はこれから街で聞き込みですか？なあ、少なくともカジノは訪ねてみるつもりだ。もし警備隊の方でそれらしい情報があったらこっちに連絡してくれないか？わかりました。鉱山町のガンツさんですね。それでは失礼します。みな、お、そっちこそお疲れ。さてと、それじゃあ時間もないし、このままカジノに行ってみるか。ええ、そのガンツさんっていう行員の情報を集めないとね。そんじゃあとっとと歓楽街の方に行こうぜ。そろそろカジノも夜の部か。そんじゃ適当に遊びながら例の行員の聞き込みでもするか。いや、ダメだって。潜入捜査でもないのに遊ぶ必要は全くないかと。とにかく従業員の人やお客さんに聞いてみましょう。ガンツさんの消息について何かつかめるかもしれないわ。へいへい、了解。